先端娘商売は、ロイデル・ルースが監督し、ワーナー・ブラザースが、ザ・バイタフォーン・コーポレーションの名で制作、配給したアメリカ合衆国の長編劇映画、テクニカラーで撮影された、ミュージカルコメディである。カラー版は現存していない。本作は、脚本家時代のダリル・エフ・ザ・ナックが、メルビル・クロスマン名義で、オリジナルシナリオを書き、アーサー・シーザーがセリフを書いた作品で、 当初はテクニカラーで撮られたカラー映画であった。制作、配給としてクレジットされているザ・バイタフォーン・コーポレーションとはワーナー・ブラザースのことであり、実際には制作はファーストナショナル、配給をワーナー・ブラザースが言った。先端娘商売という日本語題は、パーティ生活を意味する現代とは、無関係に、主人公の女性たちの行動に対し、当時の日本の流行語であった。 先端の語で形容したものである。日本での配給、宣伝はワーナーファーストナショナル日本支社が言った。現存する上映用プリントは1950年代にテレビ放映用に作成された白黒フィルムのみでオリジナルのカラー版の現存は確認されていない。楽譜の売店で働いていたフロートドットは服屋のルメアシに付き合いすぎるという理由から仕事を解雇される。 フローとドットは金持ちを騙して儲けてやろうと企む。そこへ、ルメア氏が店のマネキンを依頼してきたものだから、彼の店の衣装はすべて彼女たちの自由になったも同然だった。フローとドットは店から衣装を勝手に持ち出し、幅ないの旅客船に乗り込む。一文もんなしのはずのフローとドットは一流ホテルの最上級の部屋を申し込む。ドットは評判の不を AJ スミス氏に急接近してまんまと親しくなるが、それは偽物で、AJ こと、ジェリースミスという女たらしであった。一方、ジェリーはドットを、不豪の娘だと信じ込む。さらにその頃フローは、ケンタッキーの競馬橋、ジョイ大佐の所有する、馬の騎手の代役を務める。しかしゴール間近で黒猫が横切り、避けたフローは負けてしまう。ニューヨークから二人を追ってきたルメア氏は、 ジェリーからドットが不合の娘のふりをしていることを聞かされる。フローはドットが不合の A.J. スミス氏と結婚すると言い,い、ルメ足を部屋に閉じ込めた。フローとドットはやっと本物の A.J. スミス氏を発見し、彼の目の前で気絶する。スミス氏は気絶したドットを解放し、フローはジョイ大佐と良い関係を結ぶ。ありがとうございます。